はい、じゃあ足の踏み方になります。ドラムのペダルの話ですね。ドラムのペダル、まず仕組みからお伝えしていきます。ペダル、ここにバネがついてまして、まあ、こう踏んで離すとこう戻ってくる仕組みとなってます。これはどのペダルでもこういう仕組みですね。バネがついてて、まあ、戻ってくる。メーカーによってあのデザインなんかも踏み心地なんかも違ったりとかいろいろあるんですけども、基本的にはバネがついててこう戻ってくるっていう、はい、がポイントです。で、基本的な踏み方、こちらプレートって言います。この下の踏むところですね。これを8分目のところに足のつま先をこういうふうに置きます。はい、そしてソナンだとその丸くなってる一番 そこです。はい、そこで大丈夫です。で、そのまんま、重心をつま先に乗せます。重心をつま先に乗せるのでかかとを浮かせます。多分かかとを踏んでるときはかかとに重心があるんですね。はい、この逆にそれをちょっとこう上に持ち上げて、まあ、つま先に体重を乗せます。はい、なんでダイエットスリッパのイメージですかね。何かかるちょっとつま先歩きみたいな。はい、あの慣れるともう これが普通になれますんで、慣れないとちょっと大変かもしれないです。で、よく踏み方で失敗する例なんかは、あの座る位置ですね、半分より前っていうのをお伝えしてるんですが、後ろに座りすぎると重心がお尻に行くんでこうくっつかないです。はい、重心を半分より前に座って8分目のところでつま先に体重を乗せると、こうかかと上げるとこうピタってくっつくんですね。はい、ちゃんと足に体重が乗るっていう。なんで、お尻と、まあ、両足に体重が関わって、で、まあ、この状態が楽な姿勢、まあ、楽な位置っていう風にします。なんで無理にこう思いっきり踏みすぎるとやっぱり踏むのは大変になっちゃいますし、はい、まあ、その場合は多分重心が後ろに行ってる場合はお尻の方に体重が乗りすぎるとこう浮いちゃったりとか、足に体重が乗らないっていうのがあるので、まずはちょっとその足、まあ、この座って両足をこう置いた時にここがピタッてくっついてるぐらい体重がお尻と足に分散されて乗ってるっていう状態ですね。はい、作ります。はい、これが一応何ですかね、レディーポジション、英語で日本語だと、まあ、何ですか、始める位置とかそんな感じですね。はい、でこの位置からスタートしまして、で踏み込んでいくんですけども、ポイントがあります。普段これがビーターって名前がついてるんですが、ビーターの位置はここにあるんですね。なんですが、こうピタってくっついて離すとこんなに下がるんですね。初めはここだったんですけど、こういって戻すと一瞬なんですよ、ここに来るんですね。で、ここに来た時に踏んであげると遠心力をうまく使えるので、すごく強く踏むことができます。そうですね、なのでそれを使います。で、どうやればいいかっていうと、一瞬素早く足を上げて踏むっていう、はい、ちょっとやってみます。素早く足を上げてこう踏みます。こういう感じです。素早く足を上げて踏む。で、悪い例です。足を上げて待っちゃうと戻っちゃうんですね。本当はこの辺まで来た時に踏みたいんですけど、足を上げます、待つとここにまた戻って踏むと、そんなにこれだとあんまり音って出ないんですね。はい、なんですが、上げてる時間を短くして、上げてすぐするとこれが一番こっちまで来てちゃんと踏める、風にできます。で、あと、ポイントになるんですが、つま先とこのプレート下ですね、まああんまり離れてる時間を長くしない、はい、離れてもほんの一瞬ぐらいですね。はい、なんでそのつま先です、ここの部分です。なんで足とプレートを離さないとすごい踏みづらいんでこれはちょっとできないんですけども、まあ、小学生なんかもう足を全開に上げて、みたいな感じでこう踏むんですが、そうすると、狙ったところに音が鳴らないんですね。
おそらくこう足を浮いたところから足をつけたところとつけたところからこう踏み込む時でちょっとした時間の差が出てきてしまうので、そうするとちょっと遅れてなっちゃったりとか、はい、しますので、なるべくこう踏み込んだまま行います。はい、で、まあ、ここからはちょっとよくある踏み方ですね。まあ、先ほどのよくある例で足は上げて待ってしまうと音が出ない。はい、あとはそれと同じなんですが、常にこういう状態で踏んじゃうでしょ。はい、これすぐももにきます。あの足の付け根がすごい疲れるんで、こういう踏み方ですね。多分もう10秒とかそのくらいでもうパンパンになりますんで、あの体重はできるだけリラックスした状態で一瞬だけ上げてすぐ踏む。で、すぐリラックスしちゃうっていう。一瞬だけ上げてすぐリラックスっていう。はい、形です。で、こっからはこれすぐにできないんで、まあ、こんな感じってイメージしていただければいいんですが、足の動きこういう形になります。なんで、これ皆さんにお話するとすごく分かりづらいんですが、座りながらジャンプする感覚にちょっと似てます。どういうことだっていくんですか。足で蹴り上げてるんですね。蹴り上げて落ちるのはあの重力でそのままドンって落ちるぐらい。なのでどっちかっていうと、慣れると踏むっていう意識より上げる意識の方が強かったりしますね。上げて降りるのは勝手にこう勝手にこう降りるんでドンと落ちるっていう。なので一瞬だけこう上げてあと降りるっていう感じですね。で、そういうなんていうのね、こうつま先足でこう蹴り上げて落とすっていう、こういう動作が必要になります。はい、なので足首もあのすごくしなやかに使わないと、あのすごく踏んでて疲れるようになっちゃいますし、初めは慣れないんですごく疲れて、やっぱりこっちの方が踏みやすいってはなるんですけど、慣れてくるとこっちの方が全然長時間踏んでも疲れなくなりますので、あのポイントがその足首と、もうこう若干こういう動きって腹筋を使うんで、腹筋も多分多少使うんだと思います。はい、だからこれだけだと本当ここねがつってくるんで、足首と、まあ、腹筋を、まあ、バランスよくこう使う上げて、こう興奮で上げるっていう。はい、で踏んで休んで、で休んで、連続の時は踏んで、さっきのこういう感じです。連続の時はこういう感じでなりますけど、で踏んで休んだ、踏んで休んで、でなるべく休んでる時間を長く取ってあげないと疲れます。はい、一瞬しか力を入れないっていう、はい、っていう形になります。以上です。